どうも、白石秀則でござんす。いつもね、リアクション動画が早い白石で、名を馳せてる、白石なんですけども、ちょっと今日はね、ちょっと飲みに行ってまして、ちょっとこう、職場というかね、9時までに帰ってこようと思った。それでもね、俺、マーゼルの、カウンターアタックのミュージックビデオめちゃくちゃ見たいから、ちょっと9時までに帰ってこようと思ったんだけど、まぁ、ちょっと、やはりね、いろいろ話に花が咲いてね、ちょっとこう、今酔ってるんですよ。けどね、やっぱりね、マーゼルのことが頭から離れない。このね、ほろ酔いの状態で、俺はもう、マーゼルのカウンターアタック見ていきたい。こう、ミュージックビデオ見ていきたいと思ってるんですよね。まあ、その、香川の、ツアーの方参加させてもらって、その前にまずは耳の方でカウンターアタックを聴いて、やべえ曲じゃんって思ったんですよね。で、ライブで見てですね、まあコレオがやばいっていうのと、みんなのこうまたちょっとこうビート感っていうかフローにやられたのと、カウンターアタックのサビの海流のこの歌い回し、あ、やばいなって思った。で、ミュージックビデオが出るって聞いた時に、やべえな、絶対見ようと思って、全然縁も竹縄じゃなくて、もう俺がもう閉めたのよ。もう、マーゼル見たいから。そういうこと、それを理解してほしい。酔っ払って見てんじゃねえよって思うかもしれないけど、まずそれを、まず、宴よりもマーゼル選んだってことを褒めてほしい。まず、この高揚した状態で、ミュージックビデオを見ていく。さあ、いや、マジかっこよかったから、マジで香川の公園。で、新潟の、キャパもっと狭いって言ってるよね。それも皆さんの、こう、レポ楽しみだし、まあ、なんせカウンターアタックの楽曲の能力の高さ、攻撃的な、そして彼たちの、この今後への宣言を俺は受けたし、これを自体も攻めてるなと思ったので、なんせカウンターアタックのミュージックビデオ見ていきたい。ただ酔っ払っている状態のこのリアクションを許してくれるかはもうお友達の皆さん次第。ただ酔っ払っているから素直なリアクションになるっていうのはもう、それそうじゃなくてもいつも素直だけども、さらにだよね。さあ行きましょう。せーの、めっちゃ楽しみ。行くぞ、ポチッ。おーい、
いいね。Bye. いいね。いいね。もう一回見る。もう一回見るぞ。なおやがこの世界観の切り替わりになるっていう、やっぱ声の強さ。こういう回路の使い方。あ、素晴らしい。衣装が変わったね。ちょっと気づいたんだけど、酔っ払ってたらさらに冷静になるね。もう一回見たいんだけど、まず効果的なプリンっていう、そのゲーム音みたいな、そのコインの音が入ってるよね。で、まあそれもまああの制作人としてはめちゃくちゃいいんだけど、俺が一番今めちゃくちゃ感じてるのは、あの8人のキャラクターを、まあ、制作人はもちろんわかる。まあ、ここをここに歌わせて、もうここをじゃあ帰るより、ここを直哉に、みたいな。ここを蘭に、ここをともともに、みたいなのがあるんだけども、まあ、まず、本人がね、俺そういうキャラクターだって気づくのってラグがあったりするのよ。
側から見るのと本人が思うことにすごいラグがあるんだけど、もうすごいタイムリーにそのプロデュース側と本人アーティスト側が同じぐらいのスピードで、俺こういう役割だ、こういうキャラクターだっていうのを分かっていると思う。だからこそああいうとこにカイリーを使うし、ああいうとこにナオヤを使うとかね、今までと違ったこう歌わりがあったりするんですよ。でそこがまあ俺はまあ酔っ払ってるとまあ言葉は選ばないけど、すごいなっていうふうに思いますね。だからそれってなかなかないこと。だって自分はこうありたい、こうしたいっていうのがアーティスト側にはあるんだけども、ちゃんとしっかり BMHC のアーティストってそこをこう自分でしっかりこう俯瞰で見れて、俺はここだ、ここを行くんだっていうのを分かってて、もちろんそのタッグ組んでる制作人側も同じように動く、まあみんなが美味しいように楽曲が成り立つように。だからそれってめちゃくちゃいいことじゃん。楽曲としても適材適所で、自分としても俺はここだ、適材適所で、聴いてる側は適材適所でめちゃくちゃ爆発力のある楽曲ってなるわけだから、最高じゃないですか。これって言ってるのは簡単だけどめちゃくちゃ難しいわけだって。やってる側は欲もあるし業もあるわけだから、俺はこうだって思い込んでるのよ、アーティストって絶対。そういうのがね、BMHC のアーティストってないのよね。素晴らしいな、思いますね。もう一回見ましょう。で、セイトの、まあ、声の素晴らしさ、ラッパーの方ね。で、リュウキの、キューって言ってるタイト。まあ、ライブでも感じたけど、めちゃくちゃビート感の良さとか、を、いろいろね、あんのよ、めちゃくちゃいいとこが。で、この場面展開で、ナオヤを使う、この声の場面転換を使っていく。で、トムトムのこの、セクシーさも今出たよね。で、ここでカイリー使うとか、みんなが本人もそうだけどメンバーの使い方っていうのは分かってる。別にここに入れてカイリュー以外でも歌っていいんだよ。でもカイリューだからこそ成り立つとこもあるし、いいね、リレーが素晴らしい。この声がいいね、生徒の。この駅がいいね、また。すごいリズムがいい、リュウキ。トムトム、ここ好き。さあくんかっこいい。
雪が濃い。破れた夢だからね。で、その、なんだろうな、彼たちのこれからの次は俺たちの番だぜ、やっちゃうぜっていう意思もこうすごく感じるし、キャラクター分けっていうか、それが制作人と本人たちのこのなんで合致っていうのがすごいよね。やばいやばい。マーゼルカウンターアタックミュージックビデオを酔っ払いのおじさんが見ていく動画でございますが、やばいっすよ皆さん。これがどんだけやばいかっていうの分かってくれるかな。なんせその香川で彼たちのこうパフォーマンスを見て、このカウンターアタックも見たけども、パッションがすごいですよね。で、この曲にかける彼たちの思いっていうのもあるかなと。すごいです。どこまで行くんですかね、彼たちは。BMSG やばいっすね。だからその、切磋琢磨じゃないけども、ソロアーティストもグループもそうだけども、みんな頑張ってるから、みんな頑張ってる。ライバルがいるってすごく大事。事務所内にね、レーベルメイトでね。すごい大事かなと思いますね。本当に高い水準でみんなが戦っていることがわかるし、どん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 こう、世界へ向けて、BMSG のアーティストが進んでいるんだなと、私は感じました。マーゼルカウンターアタックミュージックビデオ、ちょっとお酒が入っている状態で見させていただきました。すいません。ありがとうございました。ういういうい。